はね、あのここら辺のからでいいよ。なんでお前そんな、なんでそんな差別するんで。年でまあね、生まれたばっかりして、はい、ここら辺。やったー。ここからここから、はい、ここからね、はい、まいちゃん。せっけくさ。いきます。でも2段でいけそう。2段でもさ、2段でもうあの生きるからさ、お母さんに勝てたやん。でもね、風が吹いてる場合はこっからでも入らないことがあります。あ、恐怖の時はね。はい、はい、2段、はい、OK、マイちゃんいけました。親父、お父さん、お父さん行くよ。キリパパ行くよ。ちょっとカメラの前に入らせて見に行く、はい、一発入れたら奇跡やん。運動音痴行け。てかこんなん余裕でお母さんに勝てるやん。なんか私もさ、人生ですか。人生もやる。はい、次荒崎行きます。はい、荒崎社長どうぞ。おお、え、ホルインワン、え、ちゃう、ちゃう、ホルインワンじゃないわ。めっちゃ上手。チップインバーディーなどってんやな。で、そっからもう俺もう2打でいけるよ、2打で。じゃあ次誰する。次は僕です。はい、カメラ持って。はい、2台行きました。じゃあ俺行きます。じゃあ僕カメラ入ります。入ります。はい、ここですよ。どう撮るかね。こう行くぞ、おならパワー行くぞ。おっと、あ、ライン踏んでる、ライン踏んでる。あ、こっちだ。おっ、いや、おーし、おーし、2台目は入らんかも。これは怪しいぞ。中途半端な距離残しました。よく勝つ。何回も勝ったな、これに余裕じゃ。はい、おー、2だ。やったー。じゃあカメラ変わってもらっていいですか。じゃあ最後オルさん、はい、これもうベテランやからホールインワンいかんないよ。ホールインワン、これね、この前あのポイって投げられた新しいの買いました。はいはい。ハンディなんだろ。ハンディプラス1なの。プラス1。おやじどこ行った。あ、やってみましょう。おっと、ちょっと投げましょうか。本気出します。福井県1位をちょっと見せますね。え、本当福井県1なんすか。はい、あの症状も出てます。ガチでネット上出てます。そのまま車に引かれたら面白いですけどね。動画的に金賞です。2回右よし、左よし、右よし、じゃあいきます。え、これマジいけたらすごいよ。いきますよ。ちょっとね、集中。ブザービートなるか。全然難しい。俺と一緒のレベルや。お前も上手だった。狙ったっすね。でも、いやでも遠いもん。え、ゲーム上手だった。これで、じゃあ、もう1回だけ、もう1回ですか。もう一周します。これでバーンと入れたらすごいよ。これでもしも入らないと思いますけど、もしも入ったらレギュラーで僕毎日入って毎日。いや、でも入らないと。じゃあこれで入ったら、じゃあレギュラーで絶対大丈夫ですよ。ありがとうございます。じゃあいきます。やった、レギュラー使った。レギュラー、レギュラー、おい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 、やっぱ入った入った。もう一回、もう一回。命かかってた、命。よし、っていうか私ゲームよ。はい、行きますよ。よし、今本気で行きます。これマジでその福井県一応見せてくださいよ。行きます。さあ行くよ。ポイ、ここでいきなり CM です。あなたの街にオールチューバー。これね、三島食品から出てるゆかりシリーズなんですが、こんだけね種類あります。まずね、これはね、ゆかりの梅入りですね。あとね、あかり。これね、かつお。ひろし。ね、これは普通のね、ノーマルゆかりですね。これね、あと香り。梅子。いろいろね、あります。これも、全種類ね、こうやってね、あります。ね、よくね、給食で出たと思うんですけれどもね、よかったらね、お家でご飯かけて食べてください。次は、あなたのご飯に、オールチューバー。ぽい。おっ、来た。おお、惜しい。でもほら、カーブかけてちゃんとできるんやよ。プロや。すごいすごい。まあいいわ、とりあえず、オルチャーさん。はい。補欠で。じゃあ、お母さん。じゃあ、ビリーのお母さんは一発芸をしないといけないということで。モノマネ、じゃあ、猫のモノマネをしてもらうかな、お母さんに。か、それか自分の好きなね、モノマネ。ニャオ。かわいい。ほら、かわいい。もうねえな。もっとババ猫みたいな。ニャーみたいな。バケ猫？ニャー。ありがとうございます。じゃあ、黒歴史。ありがとうございます。思い出作りは黒歴史。じゃあね、楽しい時間をね、切り裂く。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。いろいろ迷惑かけて本当にすみません。アンチの皆さん、僕たちはもう許してるんで、和解してるんで、そこは、うん、ありがとうございます。めっちゃいい人なんで、はい、じゃあ
次もね、またチャンネル登録よろしくね。ありがとうございます。プリーズサブ、プリーズサブスクライブ。ありがとうございます。じゃあね、次はあなたのお家にオルチューバー。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございました。また楽しい動画をたくさん作りたいと思います。YAY、イエイというアプリで毎日会話していますので、よかったら皆さん僕とお話ししてみませんか。それではまた会いましょう。